はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。遅い時間の配信ですが、もう帰ってきてもう何もせずにすぐにセッティングして今これ撮って喋っております。今夜もご視聴本当にありがとうございます。見事な逆転勝利オリックスやりましたね。今日の一勝大きいですね。今日は、まあ、相手が伊藤大海投手、日本代表のピッチャーで、オリックスさんの方は、山崎颯一郎投手、まあ、2人の投げ合いで始まったんだけども、まあ、山崎投手がね、まあ、結局5回2失点でマウンド、まあ、6回と3分の0か、マウンド降りたんですが、まあ、でも素晴らしいピッチングでした。しっかりゲームを作って、やっぱり角度のあるまっすぐで結構相手を差し込むシーンも多かったですね。なんかこう、まだ勝ち星はつかないんですけども、プロ初勝利もそう遠くないんじゃないか、もうなんかしっかりこうゲームを作るのは当たり前っていう感じのピッチャーになってきましたよね。素晴らしいピッチングだったと思います。でまあ、打つ方では終盤の7回ですか、一挙5点のビッグイニング、打者9人の猛攻で、まあ、そこで一気にゲームをひっくり返していった。先頭 T 岡田選手がヒットを放って、もや選手が続いて、足立選手送りバント失敗で2ストライク、追い込まれたんだけども、センター前ヒットで満塁という。そこで後藤選手は三振に倒れたんだけども、伏見選手が落ちるボールを、難しい球ですよ、うまくレフト前に運んでタイムリー、1点返して3対1。なおもワンアウト満塁で打順は1番に帰って福田周平。ファイターズもピッチャー変えてきました。2人目宮西。そこで福田選手が三遊間、まあ、一線の打球だったんだけどもね、ショートゴロになって、まあ、1点入ってランナー残って、でさらに、その後の宗選手も、フォアボールをしっかり取って満塁で紅林、ピッチャーも変わって宮西から、まあ、鈴木という形の継投になったんですが、まあ、そこでね、しぶとくボールを待ちながら最後はスライダーを捉えてセンターの右への走者一掃のタイムリースリーベース、これで一気に逆転、5対3、素晴らしいゲーム。8回はヒギンス、そして9回には平野良久がしっかり三者凡退で抑えてという、まあ、そんなゲームでいい勝ち方でしたね。で、まあ、今日はマリンズが敗れて、またゲーム差 2.5 ゲームになりました。まあでもまだまだ2.5 ゲーム差あるわけでね、まあ、ここでとにかく油断することなく、 We are challengers、挑戦者なんでね。で、今日はそんな話も紅林選手をお立ち台でしていましたが、まあ、そんなゲームで今日は監督の談話と紅林選手の談話をお伝えしておこうと思います。まず中島監督で言うとですね、まあ、やっぱりみんなが本当にとにかくつなぐという意識でね、しっかりビッグイニングを作ってくれたということで、あの回7回の攻撃を、ね、高く評価されてましたね。で、まあ、ホームランもいいんだけども、ああいった形でみんながつないでいけばベンチのムードもどんどん盛り上がっていくし、次につながるようないい勝ち方、だったと思いますというふうな話をしていてね、やっぱりこうみんながつなぐという意識、まあ、それで本当チームの一体感もさらに増してくる、本当こう全員で勝つという今のスローガンの勝ち方ができたということなんでしょうね。で、まあ、素晴らしいバッティングを見せました。あの回の攻撃は本当素晴らしくて、もうチャンスを作った人もそうなんだけども、まあ、左対左で、福田選手がしぶとくね、三遊間に持っていった、まあ、結果はショートゴロではあったんだけども、あれで1点入ったわけで、1点差になるわけですよね。で、まあ、その後紅林選手もなんとかこう粘りながら最後は逆方向にうまく持っていってくれたというところで、右方向への意識があったのも良かったねということは中島監督おっしゃっていました。で、まあ、攻撃も素晴らしかったんでね、その中でやっぱり今日は前半から相手伊藤と投げ合った山崎颯一郎投手、まあ、中島監督 もう十分なピッチングしてくれたと。で、まあ、本人はすごく悔しい思いをしてるんだろうけど、まあ、そこをなんとか また乗り越えていってほしいということで、まあ、今日は指にかかったまっすぐは本当素晴らしかったと、いうことで、まあ、確かにまっすぐで結構押し込んでました、各バッターをね。で、あと大きなカーブがあるんだけども、あれがちゃんともうちょっとこう制球できていればもっと楽なピッチングできたんじゃないかということではあるんだけども、まあ、なかなかね勝ち星がという話になると、まあ、打線がねということで、もっとこの序盤から、早い回にちゃんと援護してあげていれば、今日の山崎にしてもこの前の本田君にしてもね、
もっとこう楽なピッチになったんじゃないかというところで、まあ、ただ、その辺のところでね、やっぱりこう序盤から早い段階での攻撃をなんとか仕掛けていってほしいなということを監督話されていましたね。で、今日相手の伊藤投手に関して言うと、もっとイメージ的には、まあ、過去も対戦のある中でストレートがもっと多いというイメージがあったんだけども、今日は立ち上がりから変化球も多くてちょっと面食らった部分もあってね、まあ、どこでその配球のパターン変えてくるのかなというふうな形で監督としては見ていたそうです。まあ、そこでまあ7回、ちょっとこう疲れも出てくる100球超えてきたあたりでしっかり捉えることができた。まあ、確かにあの回はフォークにしてもチェンジアップにしてもちょっとこう高めにボールが浮き始めていた、それを各バッターがしっかり捉えたのかなという感じはしましたけどもね。で、まあ、長嶋監督には、まあ、先でも今日の伊藤大海にしてもそうだし、この前の高橋コーナーにしてもそう、今井投手もそう、相手のエース級のクラスから点を取ってますよねっていう話を向けると、いや、後の方でねっていう、つまり終盤の方でということ、もっと早い回からもうそういった攻略ができれば、なおいいんだけどもねという話はされていましたけどもね。まあ、でも本当に紅林選手の今日の一打にしても山崎選手のピッチングにしてもね、若い選手、中嶋監督が期待する若い選手の活躍があるという点ではね、すごく監督も、本当良かったっていうところではないでしょうかね。まあ、そんな感じに今日は聞こえましたね。で、とにかくみんながつなぐ意識、まあ、これが大きかったということで、今日はヒーローでお立ち台に立った紅林選手ではあったんだけども、まだやっぱりこの、3番目という意識、3番バッターということではなくて3番目という意識は、強く持っていますということは、言っていました。まあ、とにかく後ろが、まあ、ラオウさんなんで、とにかくラオウさんにつなごう、回そうという意識で今バッターボックスに立っていまして、で、まあ今日の決勝で勝ち越した逆転のタイムリースリーベースに関して言うと、まあ、相手も初めての対戦の鈴木投手ね、だったんで、まあ、どんなボール投げるのかなという思いで、結構最初見たスライダーの感覚がすごく速かったので、あ、こういうボール投げるんだと思ったそうなんですが、で最後決めて、打ったボールも打った時はまっすぐだと思ったそうなんですが、後で見るとスライダーだったんでというふうに、まあ、しかしそれをうまく逆方向に運ぶことができましたねということではありましたね。まあ、とにかく後ろにつなごうという意識がいい結果に出ていますという話をしていました。で、まあ、その前のバッターボックスでもヒット右方向に放ってますんでね、まあ、その意識も今いいんじゃないかという話はしていました。で、まあ、前半のね、シーズン前半の終わりと、後半始まってからすぐっていうのはなかなか打てない時期が続いて、あの時はどうしてもこのボールを上げよう上げようとするイメージが、強かったそうなんですが、今監督から、まあ、監督がかつてファイターズで大谷選手と一緒にプレーをしてますよね。で、その大谷選手の例を挙げて、大谷はやっぱりこう二塁打を打つ感覚で低いライナーを打つという意識を持っていたよということを監督から聞いて、あ、なるほどと思ってそういう意識を持ち始めたそうですね。で、まあ、その大谷選手の低い弾道を打つという意識を持って、あまり今は上げよう、ホームランを打ちたいんで上げようという気持ちが強かったそうなんですけども、その意識は今はありませんという話をしていました。で、まあ、やっぱり本人が目指すところは3番ショート、まあ、将来的には今3番目なんだけども、将来的には3番ショートというか打てるショートになりたい、自分の理想は、目標はジャイアンツの坂本勇人選手なんで、少しでもこう近づけるように努力していきたい、今でも坂本選手の守備にしてもバッティングにしても、しっかり動画を見ながら参考にはしていますという話をしていて、まあ、こう監督がね、使ってくださっているんで、まあ、日々成長した姿を見せることができればと思ってプレーをしていますというコメントも今日はしてくれました。まあ、そんな感じで、まあ、今日はね、素晴らしい逆転勝利、この勝負が大きいと思うんですね。相手伊藤投手を、まあ、打って、というところでもあるし、その後のリリーバーも打ってというゲームでね、でしっかりそのリードを守りきって8回9回セットアッパークローザーが抑えるといういい勝ち方ができたんで、あとは早い回でこの先発ピッチャーを援護できればなということになってくると思いますね。さあ、明日は先発田嶋大樹投手がマウンドにあります。田嶋と相手縦の投手で、僕は縦の投手は、ちょっと前のホークス戦、日曜日のホークス戦のゲームを、ホークスの副音声応援実況で見ていたんですが、やっぱりスプリット、落ちるボールがいいんでね、
でまっすぐとどんどん押してくるタイプのピッチャーなんで、まあ、そこをどう攻略していくのか、監督がおっしゃるように早い回に、田嶋君をなんとか援護できれば、ね、いいんでしょうけどもね、まあ、明日も今日の勢いを買ってそのままねいい形のゲームに持ち込めたらなと思っております。明日は2時開始のデーゲーム、明日は僕が実況担当いたします、お前も頑張って喋りますんで、明日も、ぜひオリックスへの応援をよろしくお願いします。とにかく僕らはチャレンジャーなんでということを、今日は、この紅林選手ヒーローも強調していました。最後までご視聴本当にありがとうございました。さあちょっと今からお腹空いたんで何か食べます。